万引きごとき犯罪じゃねえよ。残念だが、新世紀エヴァンゲリオンに重く残るその倫理ではある。万引き、わからない盗作をされていた側でさえも同意があった。この結果、この作品は迷走を始めた。という現実は多分ある。そして、その影響も。この辺の、こまごまとした、創作の軽犯罪。を逐一指摘し糾弾し、責任を問うべきか？そこは今も謎だ。彼らにとってそれは犯罪じゃなかった。それを今さら糾弾される。正直、MMD 動画のほとんどが、何らかの、パクリ、かぶせ、そういう方向性で作られてしまっている、今でも残る。高いクオリティに見えつつ評価が得られない？その道理も実際はあるのかもしれず。自分も、自分の作品、それを被せられていても、表に出てくる部分、がそこしかないなら、それを追い求めてしまう、そういうのも。